ザ・ビースト、二人まとめてメンチになりなさい。しない、もうダメだ、引かれちまうぞ。くそ、間に合わないか。転送完了だぜ。ここはアメリカのテキサスの田舎町か。こいつの名は白井、時空警察特殊機動隊、通称巻き戻しだ。早速ミッションを説明。あ、地面が揺れてる。地震か。いや、これ何かがどんどん近づいてきてねえか。ああ、嫌な予感がビンビンする。なんだ。ブルドーザーか。まずいぞ白井、今回の任務の説明したかったが、そんなことも言ってられねえくらいピンチだ。進行方向に女の子が。もう引かれちまう。巻き戻しはたとえこんな状況でも、右目のタイムマシンリトライアイを使えば。リトライ、時間を巻き戻しやり直すことができる。さっきのは何だったんだ。魔改造ブルドーザー、通称キルドーザーだ。キルドーザー。そして引かれそうになっていたあの少女が、今回の任務で守るべきターゲット、エマちゃんだ。穏やかなこの町に突如として現れたキルドーザーは、逃げろ。建物などをめちゃくちゃにしながら町中を暴れ回った。つまずいたことにより逃げ遅れた彼女は、もうどうにでもなれです。引かれて命を落としちまったんだ。今回はエマちゃんを救い、なんなら暴走するキルドーザーを止めてほしい。白井ならできるよな。任せろ、この白井が一肌脱ごうじゃないか。彼女の未来のためにな。おう。なんだあの車は。白井急げ、もう暴走が始まってる。はいよ。おらおら、どけどけどけ。安心しろ、もう大丈夫だお嬢ちゃん。おいおい白井、どうするつもりだよ。俺の銀線でぶった切ってやんだよ。な、歯が入らねえ。そんなもんでこの魔改造キルドーザーが止まるかよ。白井。予想よりはるかに勝てえな、あいつ。厚さ1センチ以上の鉄板とコンクリートによって外装を補強していたらしいぞ。こりゃ厄介だ。リトライ。その後も白井はキルドーザーの弱点を探す。全員避難させればいいんじゃねえの。そんなの一人じゃ間に合わねえよ、街もめちゃくちゃだ。107回目、まきびし作戦、これで動きを止める。ダイヤも改造準備じゃこれ。567回目、意外に話の分かるやつなんじゃ。さすがに無理だろう。しかしキルドーザーは想像以上に硬かった。マジでチート級のモンスターマシンだな。防御力と攻撃力に全振りされた、まさに魔改造ブルドーザーだ。あれで町は壊滅状態になっちまったんだ。ならエマちゃん、かくれんぼしよう。俺がいいって言うまでここから出てきたらダメだぞ。かくれんぼ大好き。わかった。よし、エマの避難はまず完了。あとはあれを止めるだけだな。でもどうするつもりだ。あんな怪物を止めるなんて簡単じゃねえぞ。乗り物には乗り物で対抗だ。どんなに頑丈だろうと、中で操作してんのは所詮人間だ。そいつを引きずり出す。引きずり出すって、そんなことできんのか。できるかできないかじゃねえ、巻き戻しな。とにかくやってみんだよ。なんだこいつ、警察か。いつの間に横についたんだ。俺の邪魔はさせねえぞ。やべえぞ白井、バイクじゃパワー勝負されたら絶対勝てねえ。わかってる、パワーで勝負なんかしねえ。これでペシャンコだ。俺の邪魔は誰もできねえんだよ、カスガ。ああ、本当に手加減も何もねえな、この犯人は。上か。さすが白井だぜ。しかし、って、どこにも入り口がないじゃんかよ。どうやって中に入ったんだ。バカめ、入り口は入った後、中から溶接してんだ。だから入り口なんてどこにもないんだよ。マジかよ、止めようがねえじゃん。だから無敵なんだよ。この町をぶっ壊すまで終わらねえ。俺を止めることはできねえんだわな。中に入れないのはまずいな。外には弱点がねえ。まずはこの家だ。白井、大丈夫か。なんとか。しつけ野郎だな。落ちろ落ちろ、地獄に落ちろ。くおー、落ちてたばっかよ。俺はこの街をきれいにリセットするんじゃ。おいおい、嘘だろ。白井、マヨ、あれを見ろ。え、お兄ちゃんどこ。もう隠
魔じゃん。どけどけ、邪魔するやつはみんな破壊だ。このままじゃペシャンコにされちまうぞ。くそ、絶対引かせねえ。いや、お兄ちゃん何を考えてるんだよ。お前まで引かれたらリトライできなくなるぞ。しかしこれ以上エマが引かれるのを見たくねえんだよな。バカめ、お前も一緒に引き殺してやんよ。どうしたらいいかな。もうブルドーザーを止めるためにいろいろやったしな。こうなったら走って逃げる。エマちゃん、今度は鬼ごっこだ。マジで言ってんのかよ白井。あのキルドーザー案外横に小回りは効かない感じだ。待て待て待て。それにおとりになってる間は犯人の気がこっちに集中してて町の破壊もしてない。確かにそうだけど。あれ、あの運転してる鬼のおじさん知ってるのか。うん、町を守ろうとしてた人だよ。白井、この先は行き止まりだぞ。ペチャンコじゃ。どうしよう、捕まっちゃう。マンホール、もう下しかねえ。どこ行きやがった。ギリなんとかなったな。でもどうするよ。オラオラ、あいつもう行き止まりとか関係なく破壊に入ったぞ。犯人発見、撃て。ロケットなんちゃ。よし、鎮圧成功。犯人は死亡で処理します。逃げる白井が時間を稼いだことで軍隊が到着し鎮圧。エマちゃんも生きてる。とりあえずミッションは成功だな。ああ。どうしておじちゃんが。おじちゃんはこの町でずっと働いていた真面目な人。ある日町に大きな工場ができることになって、町の景観を守ろうとおじちゃんたちは反対運動していたんだけど、次第に工場側が有利になって仲間も減って婚約者も離れていてしまったらしくて、最近お父さんも亡くなったって聞いたけど、おじさんはみんなに優しかったのに。なるほど。クロホン、一つ事件について調べられるか。ああ、なんだ。やっぱりな、そういう感じか。しない、リトライしないよな。運命はそう簡単には変わらねえぞ。未来を変えられる確率は100万分の1だろ。もう何千回言ったことか。変えてやるよ。クリアルートは見つかった。もう慣れっこだぜ。リトライ。よし、準備完了だ。何してんだ白井。まさかこの後に及んで落とし穴に落とすなんか言わないよな。ああ、準備完了。キルドーザーと最後の遊びだ。おいおい、無理すんなよ。はっは、暴れ回ってやるぜ。おっせえなお前。なんだてめえは。悔しかったら俺を引いてみろ、この改造オタクが。なんだとこら。いいだろう、てめえも町もぺしゃんこだ。よし、かかった。こっちだ。待ってこら。ハイエナチキショウ、あの野郎どこ行きやがった。ここまで来たらリプレイ。うん、あんなとこで剣を振って俺をバカにしてんのか。このキルドザをなめんなよ。家なんか簡単にぶっ壊せる。一緒に解体してやるわ。ほら行くぞ。かかった。ここだ。下はガラ空きなんだよ。なに。はい、お兄さん捕まえた。なんだよお前、家にいなかったか。あれは俺のコピーだ。俺は動きをレコードしてリプレイすることでコピーを作れんだよ。おお、なんだそれ。そんでこのキルドーザーは真下だけは全然改造されていないって見えちゃったからな。くそー、捕まる前に一個くらい壊してやる。おいおい、そんな悪あがきすんなって。おっしゃ、これで傷跡一つくらいは残せただろ。ああ、ありがとうな。これは解体予定の家だからみんな助かってると思うぞ。そんな、まさか。お兄ちゃん。おい白井、大丈夫か。こっちは軍隊は止めておいたぞ。はいよ、こっちは大丈夫だ。犯人も確保してる。これでミッションクリアだな。おじさん。くそ、こんなはずじゃ。ああ、おじさんよ。本当は誰も殺す気なんかなかったし、町を壊すだけだったんだよな。ああ。事件のデータを見たら、町を壊滅させるほど暴れていたのに、死者は転んでしまったエマちゃんだけだった。まだまだ反省。やり直せるから反省せい。
視聴ありがとうございました。とりあえずリトライしてもう一回見よっと。チャンネル登録とコメントもぜひ。